しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。7月16日月曜日、午後7時になりました。第90回節目ですね。しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけれども、気温暑かったですね。昨日は、昨日80度なんですよ。昨日は気温暑かったですね。ということでね、今日は、ダジャレで始まりました。いつも通りですね。先ほど言ったんですけどね、その気温、まだね、昨日の気温の余韻まだ残ってましてね、松代は暑いですね。ということで、昨日はですね、松代テレビ局でも、三元放送ですね、こちらと、それから外と、それから街に出てってね、三元放送で、放送させていただきました。まあ、昨日のね、三元放送を見られた方もいらっしゃると思うんですけども、しゃべくる松代はいつもの通り、生放送でお送りしております。ところで今日のゲストなんですけども、来月8月ですね、ソフトボールの全国大会に出場される県代表ですね、出場される皆さんにおいでいただきました。監督の相澤さんですね、よろしくお願いします。とコーチの原さん、どうもこんばんは。から保護者代表の高野さん、よろしくお願いします。ところで監督、今回の大会というのはどのような全国大会なんですか？今回の大会はですね、日本ソフトボール連盟、ソフトボール協会というところが主催する全国的な大会でして、第26回の小学生の少女のソフトボール大会ということになります。あ、そうなんですか。どこで開催されるんですか？今回はですね、宮崎県の宮崎市で、宮崎市の運動公園ですか。それ大きいところですか？そうですね、観客いっぱい入れるな、大きい観客入れるとか、ソフトボール球場が何面もあるという、施設もしっかり。そうか、何面もなきゃできないんだもんね。で、何チームぐらいこれ皆さん出られるんですか？全国から48チーム出てきます。で、今回のそのね、皆さんの出場するチームとはどういうチームなんですか？うちのチームはですね、東小若葉という育成会を主体としたチームです。で、東小育成会だけでなくて、清野ですとか、寺尾ですとか、そういった育成会も一緒になりまして、また、その他に篠ノ井の東小学校の子どもですとか、青木島小学校の子どもですとか、そういったあの子どもたちも一緒になってやってるチームですね。それいっぱい出ちゃ、いっぱいの学校出ちゃっていいの？1校じゃなくても、1校でなくて、長野県ですと、長野県内に所属している小学生であれば、チームとして参加できると。じゃあ、あそこのいい選手連れてきて、ここにいい選手連れてきてやったら優勝しちゃうじゃん。そういうわけにいかない、選手の引き抜きはいけないですけれども、純粋にやりたいという子が集まってやることには構わないですね。なんでそれいっぱいこう、いっぱいの小学校集まってやっちゃうんですか？そうですね、まあ、少子化っていうのが一番の根本にありますけども、1個じゃできねえの？最近そうですね、どこのチーム行っても選手集め苦労してまして、まあ、クラブチームにしますし、しちゃいますとね、いろんなとこから集めてくることはできるんですけども、我々みたいに育成会中心でやってますとなかなかそれもできないですから、そうすると何、クラブチームも出ちゃってます？クラブチームも出てます。そうすると強い人来るんじゃないですか？強い人っていうか強いチームが当然出てきます。手強いじゃないですか。まあ、どちらかというとクラブチームが出場数多いですけど。あ、そうなんですか。そこへ出てくるっていうのはすごいですね。そうですね、まあ、一応長野県大会で、推薦していただいたもんですから、強いんですね。で、その皆さんのチームというのはどういうメンバーなんですか？
1年生から6年生まで、混ざって100人ぐらい100人もね、200人ぐらい小学校全校で200人ぐらいしかいないそうかその中から、まあ、学校から集まってきて全部14人です。あ、14人で行くんだ、全国大会、すごいですね、それは。ということで、なんか練習風景 DVD に撮ったみたいなんですけどもDVD ちょっと見てもらっていいですかね。そうですね、じゃあちょっと DVD 練習風景ですね、ちょっと見てもらってください。はいはい、あ、これが練習風景ですか。あ、これどこですか。これ長野ですか。あの東野小学校です。あ、はい、あ、東野、いいグラウンドに見えますね。で、これ打ってるのは誰ですか。あ、私、原さん。はい、なんか本当のコーチみたいじゃん。いや、本当のコーチなんですよ。あ、そうなんですね、はい、そうなんですね、これ皆さん真剣にやってますよね。もう死に物狂いですね、もう全国大会決まったんで、はい、これは、ね、全国大会決まってからの練習。そうですね、うん、はい、じゃあやっぱりこう全国大会で優勝しようと、はい、皆さん張り切ってるんだね。そうですね。あ、皆さんはどうですか、いるんですか。私はあの監督この後ろの方で全体的なところを見てます。あ、何見てるんですか。まあ、それぞれの技量的なところとか、あと、まあ、どういった守備にしようとか、いろんなことを考えながら見ています、うん、高野さんも見てるんですか。はい、保護者もですね、うん、来れる保護者は、常に飲み物を用意したりですとか、おやつを用意したりですとか。裏方か。そうですね、保護者は裏方で、監督コーチのお手伝いと、あと子どもたちのバックアップですね、はい。じゃあ何、練習の時に毎回行ってるんですか。来れる保護者はほとんど来てますね、うん、大会になると保護者は全員来るような勢いですね、はい、そうですか。山本さんも大変ですね。監督も大変だし、コーチも大変だし、小山さんも大変ですね、はい、いや、本当、原さん、はい、本当のコーチみたいで素晴らしいよ。怖いんでしょ。いや、監督、原さん、怖いコーチですか。あんまり怖くないか。いや、技術的なことはね、非常によく教えてくれます、うん、ね、で、まあ、やっちゃいけないことをやるときには、まあ、非常に怖い、厳しくしますけども。桃太郎みたいな根は優しくて ね、そうですか、素晴らしいコーチですね。あ、コーチと監督は皆さんいいから優勝してこう全国大会に行けるんですね。子供の力ですよ、そうですか、やっぱり。まあそんなとこ言うとこがまた憎いねちょっと失敗しちゃったりしてね。あ、こういうこともあったな。あ、なるほどね。おー、わー、ちっちゃい子もね、頑張ってるじゃないですか。頑張ってますね。3年生です。あ、3年生、はい、ちょっと失敗するんだな。もう入ったばっかりの子ですね。あ、こういう人たちも、そういう人たちも入れて14人なんだね。あ、大変ですね。あ、そうですか。それではこのぐらいにしましてですね、はい、じゃあもう一個なんか DVD あるんですが、まあ、用意できるまでちょっと原さん、はい、今練習風景ね、はい、見せていただいたんですけども、はい、日頃練習っていうのはいつやってますか。もう土日一日中、おにぎりを保護者の方から作っていただいて、うんうんうん、もちろん水筒を持って、はい、朝から晩までって大変ですね。そうですね、まあ、だけど子供たちはもう全国で一生するためには必死でやってます。DVD が、これは試合の DVD ですか、用意できたみたいですね。はい、はい、あ、これが試合ですか。はい、これどの試合、何大会ですか。これはね、うん、先週行われた長野市の夏季大会です。夏季大会、はい。あ、これはじゃあ全国大会のじゃない、ね、じゃないんですね。あ、はい、うん、まあ、見てもらって分かるように、これがまた接戦でして、初回の先制点入る場面なんですけども、うん、多
打つと思うんですけどね、打ちましたね。お、はい、あなた打つの持ってて知ってんだから、まあね、まあ、今1点入りましたね。あ、入った、はい。あ、まあ、キャプテンの阿部選手がね、うん、見事三塁打 で、うん、でこれ4番の、まあ、うちの娘なんですけどね、これ。そうなんだ。まあ、体格見てもらえば分かると思うんですけど、あ、まだこれ決勝で、まあ、ね、ね、これが決勝で2点目入ったんですけど、うん、はい。でまあ、ここで点数は途切れちゃって、うん、ね、で最終、これ最終回の前の回かな、これ相手チームもね、やっぱ粘り見せましてね、ヒットを打ってきて、これはちょっと苦しい展開になるのかなと思ったんですけどね、うん、ピッチャー高野がね、今攻撃するんですか、はい、今あの守りで、あ、守りで、あ、これで相手チーム1点入っちゃいましたね。入れられちゃったんだ、これで今2対1になっちゃって、あ、ちょっと、おい、おじゃあ皆さんってドキドキだ、ドキドキ、高野さんもドキドキして、ね、一番苦しい時でしたね。あ、苦しい時ね、耐えてね、皆さんも耐えて、選手の皆さんも耐えたけれど、皆さんも耐えて、これはこれもうランナーまだいますね、あ、今一番力入ってるところで、これピッチャーやって、これ今投げる子なんですけど、ね、これ今高野さんの娘なんですけどね、うん、ちっちゃいからでピッチャーやっててね、あ、高野さんの子供さん、はい、おお、じゃあ熱入るね、やっぱりね。そうですね、あ、熱入るというか緊張しちゃうね。そうですね、子供さんより親の方が緊張したりして。そうですね、親の方が力入ってます、ね、力入ってますね。あ、なるほどね。これで、まあ、このピンチしのぎましたね、やっぱり。あ、これで終わったの？まだピンチ今しのいだところなんですよ。あ、なるほど、なるほど。これまた最終回の攻撃、うん、これ最後のバッターかな、これがまたいやらしいバッターでね、粘り粘りのせいなんですけど、もうじ、この後でしたかね、これ最後のバッター、これ高野が三振取ると場面じゃなかったですかね、これ、はい、それで試合終了、勝ったってことですか？そうだと思いますね、この最後の1球。お、あ、やっぱ三振ですね、やっぱり。これで勝った？はい、勝ちました。あ、勝った、いやー、勝った、よかったね。ありがとうございます、ね、はあ、なるほど、はい、ということで、これね、皆さん、これは一年中練習してるんですね。そうですね、うん、もうあの冬もやってる。冬もやってます。あ、冬は雪の中で、雪の中だとちょっとあの足場悪いもんですから、うん、体育館で練習してます。あ、冬は体育館で、はい、で夏とか春秋は、まあ、もうグラウンド、グラウンド使える時はもう全部グラウンドで。先ほどね、土日って言ったんだけども、そうすると何、一年中土日潰しちゃってるんですか？そうですね、ほとんど、大変ですね。原さん何もできないじゃん。いや、それでも、まあ、子供一生懸命頑張ってるんでね、それに応えながらいけないなと思って。今回のこの全国大会の予選会っていうんですか、その県大会っていうのはいつどこで行われたんですか？これ5月にですね、伊那で行われました。おお、その時も皆さんみんなで。そうですね、あのみんなで早く連れてマイクロバスを借り上げまして、ね、朝早く出てきて、うん、で1日目終わって帰って、うん、また次の日で、ね、あ、そういう止まらずに、はい、じゃあ朝出てって試合やって帰ってきて、はい、それまた次の日朝出てって。そう、あ、大変ですね、それは。そういうご苦労もあるんですね。あと他にはどうですか、ね、その大会。あとあの、うん、この春ですけども、新人戦、ええ、全国大会の新人戦というのがありまして、うん、まあ、そこにも出場させてもらいました、うん、これもあの長野県大会で、うん、推薦していただいて、うん、まあ、全国で出させてもらいました、うん、そうなんですか。原さん、なんか春にもなんか大会あって。ええ、群馬へあの全国大会行ってきました。行ったんですよ、はい、優勝したの？いや、これがちょっとダメだな。ちょっとね、相手チームがちょっと、うん、強すぎたの？強すぎましたね。自分たちも強いんじゃないの？まあ、それによりさらに強かったですね。あ、そうですか。あ、それでダメだった。大敗してきました。あ、大敗、はい、はい、というようなことでですね、そろそろ時間にもなってきたんですが、高野さんからですね、はい、その全国大会ね、8月においでになるんですけど、はい、その意気込みとかね、はい、抱負をちょっと一言ずつお願いできますかね。そうですね、はい、先ほどあの
春の全国大会、日本一の優勝したチームに実は負けまして、ね、大敗でして、その悔しさをバネに今年の夏は、ぜひ一勝、そして優勝を目指して頑張りたいと思います。まあ、皆さんよろしくお願いします。監督一言お願いします。まあ、目標はまずは一勝ということでやってます。あ、そうですか。それを勝ち抜いて、まあ、優勝したいというふうに思っております。あ、沖縄チームとヘビとマングースの戦いで、マングースのつもりでいきます。はい、さすが。それではですね、ぜひね、松戸に春風の優勝旗をぜひ持ち帰ってください。はい、これが、大会の時の記念写真ですかね。はい、あ、これが記念写真で、あ、これが記念写真出すの忘れてたんですね、すいませんね。はい、このメンバーで、宮崎県に行くと、はい、いうことなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは皆さん、先ほどもね言ったんですけども、申し上げたんですけども、春風の優勝旗ぜひ松戸に持ち帰ってください。はい、期待しますんでよろしくお願いします。頑張ってきます。ありがとうございました。昔は照れくさかったけど、今は強く感じるよ絆には。さあ、昨日くるみは空高く背を伸ばして、太陽をさんさん浴びて凛と立って。はい、はい、皆さん、来週、はい、マガリオさん、マガリオさん、はい、はい、え、何をするか、はい、何をするか、何をするか、はい、はい、ね、第5回ワクワク体験クラブっていうのがあってね、はい、ゴールド松代クラブ、ワクワク体験ってなんかいろいろありますね、うん、あるある。なんかね、そこでラジオとテレビやってるね、やります。それ今度はね、南部学校でね、一応やるんです、うん、8月4日土曜日、うん、こちらでやりますね。お、ね、その人たちのね、実行委員会の人たちが、うん、一応ちょっと内容は内容ちょっと聞いてない。そう、楽しみに。そういうこと言っちゃいけないですね。そんなことわからねえよとね。はい、内容はわからないそうですけども、ワクワク体験記のマガリオさんが、パーソナリティ。そうですね。はい、パーソナリティ、こちらの実行委員会が、はい、はい、ね、子供も大人もやってみようっていう、そういうことなん。あ、そうですか。皆さんも一緒に、ちょっと、ね、はい、行きたいと思います。はい、さあ、楽しいところですね。はい。はい、それでは来週のしゃべくりマツロー、どうぞお楽しみに。松代はあなたの街。しゃべくりマツロー、また見てねー。